ヤッホー、メダです。こちらはうちで飼育しているタランチュラですね。うちではタランチュラを4種類飼育しております。こんな感じでね、うちの飼育容器にはネームシールをね貼ってあります。どのケージに何のタランチュラがいるかっていうのをね貼ってあります。今日はこの子たちの、まあ、餌あげをねやっていきたいかなと思います。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。次動画を上げた時にコメントを返していきますので、もしよかったらコメントもしていってください。それではやっていきます。最初はグレーンバターブルーをねやっていきたいと思います。こんな感じのあれですね。でここに実はここに脱皮殻があるんですよ。まあこちらをね救出したいんですよね。まあ脱皮殻するということはね、あの成長したということなんで、ちょっとね取っていきたいと思うんですけど、あやばい、なんかやばい気がするぞ。あごめん、なんか家壊しちゃったね。割り、こんな感じで脱皮殻をね取ることができました。脱皮殻をね取る代償にこの子の家壊しちゃったな。ごめんよごめんよ、ね、多分ね相当怒ってるよね。ねまあちょっとねちょっかい出すのはねやめましょう。ごめんよ。じゃあねちょっと餌をねあげていきます。うちで与えるのはこちらのレッドローチですね。意外とピンセットから送ってくれたりするのかな。なんかやばい気がしてきた。ちょっと蓋しよう。ちょっとね逃げられちゃってもねやばいんで、まあ多分ね家がなくなってね多分動揺してるというかなんというか、まあこんな感じです。次はベトナムブルーですね。こんな感じになっております。でこちらのね水入れもね水が入ってないので水をね入れていきます。でベトナムブルーはここにいるんですよ。わかりますか。ではね餌の方入れていきます。蜘蛛の巣がすごくて、すごいなんかやりづらいというか、まあこんな感じでねレッドローチを1匹入れておきます。捕食しませんね。次はコバルブルーになります。この子もね実は脱皮が終わってるんですよね。脱皮殻をねちょっと取っていきたいと思います。脱皮殻がねこちら、これがねうちのタランチュラの脱皮殻でございます。ちょっと大きくなったって感じですね。でそのタランチュラがどこにいるかっていうと、この巣穴のねここにいるんですよ。ここすっげー分かりづらいところにいるんですけど、まあこんな感じでねいます。随分とね隅っこの方に家をね作りましたね。隅っこ暮らしですよ。まあ、ではねさあ与えていきます。与えるのはこんぐらいのねちっちゃいレッドローチです。これをねうちは巣穴の中にポンと落とします。入るんだ。なんかおむすびコロリみたいな感じですね。こんな感じに入ってって、で餌は食べてないですね。うん、あなんか出てこようとしてる。お捕まえた。あーダメですね。まあこんな感じで、まあ食べたい時に食べるというかそういう感じです。次はスラウェルシアルパープルアースタイガーってやつですね。
で中はねこんな感じになっております。まあ随分とね立派な家ができてます。でこの子ね水容器の中に水がね入ってないので水をね入れていきます。ではまたね巣穴があるので巣穴の中にねレッドロッチぶっこんでいきます。この子意外とねピンセットからね食べたりするんですけどどうかな。ちょっとね分かりづらい。おー、いったくたくた。まあ唯一ねこの子だけが捕食のシーン撮れましたね。ゴキブリ汁がね出てます。いやーこの子だけでもね撮れてよかったっす。はい、ということでうちはこんな感じでタランチュラのお世話をしてます。今回はこの辺で動画の方終わりにしようと思います。それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。